はい、どうも、白滝です。ただいまの撮影日が10月16日月曜日になるんですけれども、イベントのガチャ更新がありました。ガチャは戦力強化スカウトの中継ぎ枠で、イベントは久しぶりにピースの狙いが更新されたので、今回の動画では前半更新情報について、後半ピースの狙いのね攻略について話していこうかなと思います。まあ、今後もね、こういったプロスピースの情報に関して、どんどんね、投稿していくので、ぜひともね、チャンネル登録と通知、そしてね、この動画に高評価の方もよろしくお願いします。ではね、早速本編の方やっていきましょう。お知らせの方を見ていきましょう。2023シリーズ2に S ランクの中継ぎ、A ランクはライト枠が追加されました。注目の選手が柳田選手なので、A ランクで柳田選手が当たった場合は、育成して限界突破要員として、残していってもらえればなと思います。で、ガチャは戦力強化スカウト、S ランクの新選手1人確定になっているんですけれども、このガチャは無課金、美課金税は引く必要はありません。今回そうやね、めちゃめちゃ強い選手がいるかって言われれば、いないのでスルーしてね、この後のアニバ、OB シリーズに向けてエナジーを貯めていってください。で、イベントは、ピースを狙え、累計報酬の S ランク契約書を目指せと、S ランク契約書を獲得することができます。後で、重要なね、情報を見ていきたいんですけれども、本当に、今年の更新は何やろうね、本当によくわからない、ちょっと汚い言葉出そうにはなったんですけれども、いやちょっとね、何やろうね、とりあえず、後でね話していこうかなと。で、その他の情報が最強決定戦第43回のセリーグパリーグ、あとはコスト610リーグが来月の16日からエントリーが開始。で、試合は20日からかな、11月20日月曜日から11月27日月曜日の2時59分まで開催されます。で、こちらも前回からの変更点があるんですけれども、ランキング画面で自身が参加していないリーグのランキングも確認できるようになりました。特段何やろうね、なんかよくわからないところを修正せずに、もっと大事なところを修正するところあるんじゃないですか。こういったね変更が今回ありました。この他更新がリアルタイム対戦の第15回勝ち星ランキングで、昨日からマンスリーのねアイテムが配布されています。1日目 S ランク特訓コーチ、10日目はね特殊コーチ獲得することができるので、毎日ねログインしていってください。10月16日はこういったね更新が来まして、後半はピースの狙いのね攻略について話していこうかなと。こちらにね重要な情報が書かれているんですけれども、前回からの変更点、ランダムボックスを廃止しました。また累計報酬の内容を調整しました。毎回ねこの文字が並べられているんですけれども、つい最近かな、先ほどまでルーレットヒッターが更新されていました。そこの報酬にはランダムボックスとねしっかりと表記されて、アイテムを獲得することができたんですけれども、本当何やろうね、何が違うのかが本当によくわからない。一応ね、こちら重要なお知らせで、しっかりね、7月7日金曜日に書かれているんですけれども、コストがね、なくなったことによって、その獲得できるね、アイテムの排出確率かな、変更された、しっかり書かれているんですけれども、何やろうね、本当に。マジでね、今年の方針はよくわからないね。何がしたんやろ。マイナス方面に持ってもね、誰も、得もしない、損しかしないのに、なぜ未だにこれを廃止し続けるのか、本当によくわからないですね。何やろうね。いや、マジでよくわからない。とりあえずね、今回、イベント、ピースを狙いが来たので、攻略についてね、話していこうかなと。イベント画面になるんですけれども、まずは報酬から見ていきましょう。累計ピース報酬とカード完成報酬の2種類があります。こちらではエナジー、またね、契約書、コインなど獲得することができて、一番最後、105枚で S ラン契約書、獲得することができるので、無課金、美課金税はね、こちら、必ずイベントは完走していってください。カード完成報酬では、エナジー、契約書、一番最後に A ランク自チーム契約書かな。で、完成カード種類数、同種類カード2枚目以降は、100コインもらうことができます。100コイン100コインって、100コインもらうことができるので、とりあえずね、12種類まで A ランク自チーム契約書は、獲得していってもらえればなと。
ここからはイベントの進め方について話していきたいんですけれども、まずやってほしいことが対戦チケットを集めていってください。対象の試合が V ロード試練チャレンジカップと、まあ、週が切り替わったので一番最初にやってほしいのがチャレンジカップ、まあ、今週はね A ランクカップで、まあ、誰でもね参加できる条件になっているので必ずこちらからやっていってください。優勝報酬が10エナジー、確率 10%、 2万コインと、まあ、豪華なね報酬獲得することができるので、まあ、こちらから必ずやっていってもらえればなと思います。試合をすると対戦チケットを獲得することができるんですけれども、自動でやるべきなのか手動でやるべきなのか、このイベントは活躍ゲージ量を貯めてもプラスで報酬をね獲得することができないので、まあ、自動でねサクサクと進めていってもらえればなと思います。対戦チケットを2枚集めるとピース争奪戦に参加することができます。対戦開始を押すと始まるんですけれども、その下にドリンクがあります。このドリンクどれを選ぶべきなのか、パワープラス10、ミートプラス10に関しては論外、選ぶ必要はありません。で、選んでほしいのが順位報酬のリッチ2倍、これを毎回選んでいってください。このイベントはリッチが重要になってきます。ピースショップでリッチね400でピースをね交換することができるので、毎回ね選んでほしいドリンクとしては、まあ、2倍のねドリンク、何色だったかな、オレンジのねドリンクを選んで、まあ、試合をやっていってもらえればなと思います。で、実際にこちらやっていきたいんですけれども、まずはプレイ選手の変更、まあ、こちらはアーティスト降格の選手をね、まあ、上から並べていってください。まあそのおすすめ順ではね、バースさん、柳田さん、村上さん、中村さん、まあ、吉田さんとなっているので、まあ、このままねやっていこうかなと思います。7球勝負、対戦相手より多くのスコアを獲得しよう、特殊能力も発動するので、まあ、降格アーチの選手を選んでいってください。まあ、来る球を打つという、まあ、簡単なねゲームになっています。7球すべてやらないといけないのかな、7球やっていきましょう。いや、これはちょっとどうなんやろ、2塁打プラス1、プラス2か。一番最初は難易度ね、相手の難易度が、まあ、レベル低く設定されているので、まあ、誰でも1位になれると思います。で、戦えば戦うほどね相手のレベルも上がってくるので、まあ、1位はねちょっと難しくなってくるんですけれども、まあ、全てホームランとかね打っていけば1位になることはできるので、まあ、アーチストホームランを打てる選手でやっていってください。ラスト1球ホームラン、いやーファール、まあまあまあ OK。1位報酬で180枚、そしてスコア ×15 でリッチを獲得することもできるので、まあ、ホームラン打てる選手でねやっていってもらえればなと思います。そして最後の攻略情報がピースショップ、こちらではリッチとボックス交換することができて、ランダムボックス、セリーグボックス、パリーグボックス、球団指定ボックスとあるんですけれども、どれと交換するべきなのか、これは一番上のランダムボックスで交換していってください。ランダムボックスでもピースをね揃えることができるので、まあ、一番安いランダムボックスでピースを集めていってもらえればなと思います。まあ、セリーグパリーグに関しては本当にねかなり偏っているんであれば、まあ、購入してもいいんですけれども、まあ、ほとんどがねランダムボックスで、まあ、こと足りるので、まあ、一番上をね購入し続けていってもらえればなと思います。まあ、球団指定ボックスも使うことはありません。で、この球団指定ボックス、ピースの元で交換することができるんですけれども、これの使用に関しては一番最後に、まあ、全てね11球団揃っていて、まあ、阪神だけあとね1ピース揃っていない、そういった時に使っていってください。まあ、このピースの元に関しては最後、まあ、あとはもうランダムボックスでね全て交換して、まあ、ピース揃えていってもらえればなと思います。攻略情報に関しては以上になるんですけれども、何かねわからないことがあればコメントで返信しているので、まあ、書いていってもらえればなと思います。今回の動画は10月16日にガチャは戦力強化スカウトの中継ぎ枠、イベントは久しぶりにねピースを狙いが更新されたので、まあ、攻略情報について話していきました。まあ、最後まで動画を見てくれた方々ご視聴ありがとうございました。まあ、次回ね5万人目指して投稿しているので、チャンネル登録と、まあ、ぜひともね通知と、この動画にね高評価の方もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。